セッション山田のシャコタン先生。イエーイ、第4回目。第4回、しかも今回は、はい、in 名古屋。名古屋来ましたー初の出張ロケ、はい、でも以前言ってたんですよね、ロケ行きたいって、うん、行きたいって言ったらやっと叶いましたね、はい、今回あの応募また来て、今回は、はい、名古屋にふさわしい車が、名古屋にふさわしい車、うん、来てるみたいな。本当に高級車らしいです。お、前回のあ の中村ニート君からはちょっといきなり変わるらしいんではいはいはい、はい、楽しみですね。楽しみにしてますよ、はい、かっこいいシャコタンとは、ビップ界のカリスマセッション山田がシャコタンマシンを切る。見て乗って感じて多角的に分析、セッション山田のシャコタン検定。さて、名古屋にふさわしい車ということで、はい、今回こちらの車を検定することになりました。 BMW じゃないですか。 BMW すごく好きなんです。ね、中崎ちゃん BM に、ね、なんか絡んでたこと多いんでしょ。そうなんです。あのレースクイーンやってた時に、うん、あのチームが車が BMW でかっこいいですね。やっぱり、ね、いいです、いいです、いいですね。いかつい車になってますよね。こんな車で迎えに来てもらいたいじゃあ迎えに来てもらえるかどうかを、はい、ちょっとオーナーさん呼んでみましょうか。そうですね。じゃあどうぞよろしくお願いします。オーナーさん、こんにちは。よろしくお願いします。おさぴーです。おさぴーさん、おさぴーさん、よろしくお願いします。ちょっとですね、はい、さっきからすっごい気になってるんですけど、おかしいね、自然な自然なねスタッフいますよね。あの、え、怖い怖い。どう考えてもスタッフじゃない、紹介していいのかどうか分かんないんですけどしなくていいんじゃないですかかないや、すごい気になるからなんかまたまたまた大掛かり。なんで名古屋にいるんですか。名古屋ですよ。いい名古屋。何しに来たんですか。知らなかったんですけど来てるの。いや本当知らなくて。僕も本当知らないです。あ、本当ですか。サプライズ。なんか朝のタイムライン見てたらんとかなんでと思って。あ、もともとお知り合いなんですか。そうです。というか、お客様、はい、千葉から毎月毎月来るんですよ、はい、ていうか髪型もパワーアップしてますよ。いや、これが本当のニグロだっていうのは昨日かけてます。噂のニグロ、あのこの前言ってましたよね。そうそう、これがさきちゃん、あの昔ながらのニグロパンチ。ちょっと触ってもいいですか。うわ、久しぶり、うん、触りたい。うわ、なんか人工の草みたいですていうかこれ多分洗剤つけてここに皿やればたわしいみたいな。しかもだってそれ入ってません。ビーバップっすよ、ビーバップ。また前回同様、皆様に。おー、前回はあのビワの。今回はまた千葉シリーズ。嬉しい。え、か。なんか髪型と全然違うからな。海鮮米だけにめでたい。確かにめでたい。山田くん。山田です、僕。持ってきます。山田さんだった。山田持ってきます。山田さんだった。はい、でこれを届けに千葉から来た。あ、じゃあお疲れ様です。ありがとうございました。また。じゃあ早速ですが、車を紹介してもらいましょうか。はい。はい。ちょっと見ていきましょう。おさぴお願いします。はい、お願いします。何を紹介しましょう。まずね、BMW。はい。7シリーズを3台乗ってるってことですね。3台。へえ。7好きなんですね。ロングなんでこだわり？ロングがまず少ないんですよ。頑張って探してます。へえ。ロングって何ですか？後ろが長いんですよ。へえ。あとはあのもう一つ、やっぱり一番目立つところでしたら、まあ、車高もそうですけども、はい、このホイール、ピカピカなホイール。おお、ピカピカ。本当ですね。何インチ入ってるんですか。これは22インチです。22、はい、このホイールのメーカーさ名前なんですけど、はい、日本だとね、みんなね、アシャンティっていう名前で言うんだけど、はい、正式にアサンティなんですよね、はい、お高い。これ、100万オーバーです。え、そう、これだけで、一つだけで。いや、じゃあ4本で100万オーバー。アメリカでセレブたちが履いて流行ったブランドのホイールなんですよ。
この車高ででも走ってるんですか、はい、走ってます。ただ1個だけ嫌なのがあるんですよ。何でしょうか。乗ってくとエアサスですかって聞かれるんですよ。あこの被り方が。そうなんですよ。 300cc とかもこういうふうになるじゃないですか。エアサスですかって言われてちょっとそれ聞くとイラッとするんですよ。もう次はだからもうアーチ上げちゃえばいいじゃないですか。あーアーム類は何か。アーム類何もやってないです。スタビリンクだけ変えてます。あスタビリンクだけ変えてるんですか。はい、ではいつものサキちゃん、はい、この車ですね、やっぱ車高も低いんですけども、はい、実際にサキちゃんがちょっとやっぱり指でまたどのぐらい低いかをやってもらえれば。はい、じゃあ行きます。じゃじゃん。何本入ります。あ、結構4、5本ぐらい入ります。本当4本じゃない。うん、4本かな。5本ぐらいです。え5本ぐらい。5本ぐらい。5本ぐらい。ああ、そうですか。ありがとうございます。そうですか。4本、5本。さきちゃん、はい、この洋服なんですけど、はい、さっきからね、パンツがチラチラ見えてて。え、パンツ？パンツじゃないか。ああ、これ私今、ショーパン履いてるんですよ。なんだよ。ショーパン。つまらねえ。だからさっきなんかたくらんだ顔してたんですね。つまらねえ、つまらないですね。さて、じゃあリア周りも見ていこうと思ってるんですけど、はい、リア周りすごい被ってるじゃないですか。さっきよりも被ってますね。被ってますね。さきちゃんは被ってるのと被ってるのはどっちが好きなんですか。わかんないまあ今回はちょっと被っちゃってるんですけど、はい、ごめんなさい、はい、295-2522が最初ついてて今265-3022なんですよ。あ、扁平を変えたんですか。いや仮でバーストしたんですよこの間当たるんですよこれだと30だと。はい、これどのぐらい入ってるの。今何センチ下げてるんですかこれ。いや分かんないです。もうでもこれはでも車高調とは思われないですよね。いやさせてやりますね。下回りはこれもう全部フラット。フラットです。何もないですよ。なんで何かしなくても一番凹凸が出てるのって何なんですか。下オイルパンですね。オイルパンなんだ。はい、なんか加工してるわけでもなく。加工してないです。オイルパンは消耗品なんで。消耗品なんですか。前回のオーナーから比べたら言葉がセレブですよね。確かに雲泥の差がありますね。さっきちゃん、こういう車普通は真後ろにマフラーって出るもんなんです。確かに。それをねわざとハの字にして。え、わざと。そう、昔ながらですね。なんかそうですね、最近いないですね。そう、どっちかというとハマーとかでたまにこうやってるじゃないですか。ああ、いますね。あんなの意識した感じです。逆に車高上げないじゃないですか。いやいやいや、それはまずです、それはまずです、はい。このマフラーってもともと両出しなんですか。もともとこっち側なんですけど隠れてて見えないです。マフラーレスみたいな。じゃあそれをぶった切っちゃって。そうですね、一本もんなんでぶった切って普段で作ってもらって左右出しにしてるんだ、はい、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、でもなんか予想、うん、そのバラバラ言ってないけど、うん、なんかもうちょっと来るのかなと思ったら、うん、でももうちょっとエレガントでもいいですよね。なんかコンセプトあるんですか。真っ黒でメッキ入れてこのマフラーで。とりあえず目立ちたいだけです。目立ってます。十分おでこで目立ってんじゃないですか。ほらちょうどピカピカ、ちょうどいいよ。ピカピカ綺麗。この子がだんだん車よりもオーナーの方がなんか、オーナーをいじるみたいな、ね、なんかコーナーが変わってる気がします。確かに、はい、では高級シャコタンの乗り味はいかに。さあ行きましょう。イエーイ、レッツゴー。いきますよ。レッツゴー。長丸さんがいる。長丸さんがいる。何でいいんですか。なんか俺が運転手みたい。運転手みたい。山田さん。本当に屈辱。屈辱。でもね、やっぱこの車ね、この車高調だって言いながら乗り心地いいですよね。乗り心地めっちゃいいですね。変な音した。この車ね。なんだこれ、やだ。音が。この車はほらホイールが大きいからさ、中でほらインナーって中のフェンダーってあったでしょ、タイヤの上、はいはいはい、に当たってるんです、ね、あとねウインカーがこれね戻らないんですよ。はい、一回出ると戻らなくなっちゃうんです。じゃあそこは手動になっちゃうんですね。これ手動。まさか。うわ。なんかちょっとやだ、もったいない。この人もったいない。やこれいいんですか、こんなもんなんですか、いつも。
高級車つけたらこうなっていました。来週には治ります。ここもね、こういう上り坂も後ろにほら荷重がかかるとこう音が出るんです。でもこれ以外は乗っててやっぱり普通にいい車ですよね。まあ、そうですね、全然乗り心地を、なんかでもこの音が流れるんじゃないかって思うとちょっと不愉快。中村さんが出してるんですよね。あ、中村さんがそっちに座って出してるんですか。え、中村さん自分の車と比べて乗り心地どうですか。これ良すぎです。良すぎですか。そう、これ踏んでってもこれだけですもんね。でもタイヤがいちゃったら本当音出なかったら最強ですね。そうですね、最強です ね、 ね、ほらだってロケーション見てください。これ、おー、本当だ、素敵。ほら海を見ながら。そうでしょ、てかせっかく名古屋来たんだからね。え、だからこの音聞いてくださいよ。快適すぎていいんですかね、これ。そう、これすごい快適ですよね。快適すぎてなんかこれ車庫タンレーダー私必要なくなってきますよね。そうなんです、ね、そうなんですよね。段差なければ本当にいい車で、普通に本当走れるし、うん、全然車庫タンって感じしないですよ ね、 ね、乗っててね。今までで一番いい。あ、そうかも。おーおー、ちょっと車庫タンレーダーが。そうですか、ちょっと反応しているかもしれない。今ハンドルこれ全開切ってるんですけど当たってないでしょ。ちょっと怖いですよ。これ国産車ではできない。国産車だとどうしてもハンドル切った時にフェンダー当たっちゃったりとかするんですけど、へー、輸入車はハの字にね、そうですね、曲がっていくから。あ、そうなの。何もなかった。そう、あ、でも普通に乗り心地はいいですね。これもともとエアサスじゃないですよね。リアエアサス、フロントバネサスです。リアがエアサスでフロントがバネサスなんですか、はい、やっぱでもコンフォートカーって基本的にエアサスやっぱり多いですよね。でもベンツみたいに前後エアサスじゃないんで、はい、後ろだけこう乗る人がこう快適にいられるにしてまえば多分走り求めてバネにしたと思うんですよ。あ、BMW って乗って楽しい車ですよね、運転して。そうですね、そうですね。なんかしら壊れたりとかしないですか。いろいろ壊れたですか。はい、電気とかすごい壊れましたね。何が壊れました。電気系ですね。これも打楽センサーも結局電気系なんで、はい、その辺が弱いですね。いや、これ快適だわ。変なとこ入らんかったら全然普通じゃないですか。ある意味このウィンカーと、うん、そのギーギーにならなければもう何ら普通の車と変わらないですよね。そうです、車庫タンの中でね、全然完璧なのね。え、そうですよね。中村さん全然喋れてない。中村さんが後ろになってますよ。中村さん寝てたら意味ないじゃないですか。寝てたら意味ないじゃないですか。なんで乗ったんですか、マジで。おお、ウィンカーが本当に来た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 。どうしたんですか、中村さん。ニゴル寝てるから。ニゴル寝てる。ニゴルさん寝ちゃダメですよ、ニゴルさん。こうして快適マシンのクルージングは無事終了と思いきや、最後の最後で事件発生。音してますよ。すいません、小沢さん。あ、すごい煙出てる。これがですね、はい、これがカメ。そう、これがカメっていう。本当だ。こういう時の対処法は、あ、臭い、違う。こういう時の対処法は一気に行くんです。入れた入れた。3項目で採点される検定結果は、はい、ということで山田さん、はい、今回の結果は、はい、じゃあちょっと見せてください。じゃじゃじゃーん、じゃじゃん。はい、こんな感じになりました。まず最初にですね、これはね車の方なんですけどね、エアロパーツとかついてたらやっぱりもうちょっと欲しあったかなという感じでした。はい、次乗り心地ですね。
これは三つ星。もうこれはみんなが多分ね、お世話かったと思うんですけども、ね、誰かさん寝てましたもんね。なんかいた、いましたよね。寝てたのか、なんかいたのかいなかったのか分かんないけど、やっぱりね、乗り心地最高でした。乗り心地はね、この車高で、ね、この乗り心地は素晴らしいです。アイデア、はいはいはい、これ何にもないんですよ。本当はもうゼロかなっていう感じだったんですけどまあ唯一ルックスのところのマフラー、片側出しのマフラーを両側にしましたと。ああ、なるほど。ではですね、検定結果です。はい、認定書としてオサピーさん2級です。パチ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 車高に関してはもうバッチリだと思うんですけども、もうちょっとねドレスアップがっていうこのルックスの部分で、次多分エアロが入ったら多分初段を行けちゃうのかな。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。パチ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 、嬉しい。なんかイエーイ、おめでとうございます。これで中村ニート君を抜き、オサピーがトップとなった。山田さん、はい、次どこ行きたいとかありますか？本州から出たいです。本州から出たい。じゃあやっぱ沖縄行っちゃう。行きたい。沖縄の方お待ちしてます。お願いします。待ってます。皆様のご応募お待ちしてます。